観光ツアーはどうだった？割と悪くなかったぞ。へんてこな小惑星帯を一気に駆け抜けたりして見せたかったぜ。また今度な。こいつがなんだかわからんが、アナベルの持てる力すべてがいるぞ。よし、わかった。すさまじいエネルギーレベルだ。どうやらお前、奴らの親玉を怒らせちまったみたいだぜ。通信制御システムがまだ壊れてる。爆風で中継機を半分やられた。とりあえず部分の電源をつなぎ替えて。くそ、嫌な音だったな。なんとか直すんだ。ここで失敗するわけにはいかない。キャストの正しいリサイクル法だな。人間に分かるように言うと、惹かれてるってこった。この雷のせいで送電網がめちゃくちゃだ。カタ、そっちは大丈夫そうか。こんなクソ嵐のおかげでアナベルがひでえことになってる。ここは早いとこ片付けちまって連れかろうぜ。ああ、やばい。だが諦めるわけにはいかない。最後まで見届ける。どんな最後でも。
カタ、リグを落とせ。リグは動いてるが、いつまで持つかわからん。セーバーを出た。あいつもこれで安らかに眠れる。全ては一筋の光から始まった。青白い光から、今でも大地で燃えている。ずっと永遠に。ここの人々にとってリフトエネルギーは常にそばにあり続ける。財産でもあり、呪いでもある。俺たちが戦う理由、
そして俺たちを形作るもの、それは決して一人のためだけには存在しない。俺たちは一つになる。